これまでの調査では真空管に音の違いはないという結論でした。ところが実際には違って聞こえます。違いがないものが違って聞こえる場合は別の要因が関係しています。今回は今まで謎だった真空管の音を解明します。ダンピングファクターは音に関係する最も大きな要因です。測定結果を見ていきます。こちらはキットに付属する玉のダンピングファクターです。接続によって結果が違います。3極管接続が一番高くて、5極管が一番低くて、UL が中間です。こちらはすべての3極管接続の結果です。玉によって多少違いますが、おおむね4です。こちらは5極管接続の結果です。半分の2に落ちています。2という結果は半導体アンプに比べるとかなり低いです。ダンピングファクターの低いアンプでスピーカーを駆動すると抵抗分圧が起きてスピーカーのインピダンスカーブで音がイコライジングされます。このカーブの形はスピーカーによって違います。こちらは小型2-way スピーカーの例です。このスピーカーのインピダンスカーブはこんな形です。これを真空管アンプで鳴らすと、このカーブの通りにイコライジングされます。こちらがその結果です。これはスピーカー端子のところで見たアンプの周波数特性です。低域と高域が盛り上がって、低音が豊かに響いたり、音に艶を感じたり、音色が豊かになったように感じます。これが今まで噂されてきた真空管アンプの音の正体です。音色がダンピングファクターだけで決まるなら、半導体アンプでも同じ音になるはずです。こちらの AV アンプのダンピングファクターは100です。これに4オームの抵抗をつなぐと、ダンピングファクターが2に落ちます。こちらはスピーカー端子のところで見た周波数特性です。半導体アンプと真空管アンプのカーブが重なっていますから、この2つは同じ音です。この2つを耳で区別できなければ、真空管アンプに固有の音は存在しないという結果になりますが、果たしてどうでしょうか。スピーカーをつないだ時の音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。ダンピングファクターを揃えた2台のアンプの音を聞き比べます。1番は真空管アンプの音です。5極管接続のダンピングファクターは2です。2番は半導体アンプの音です。4オームの抵抗を追加して2に落としています。簡単な二択問題です。この2つはデータ上同じ音です。耳で区別できなければ、音はデータだけで判断できて、真空管に固有の音はないということになります。測定データは一部に過ぎないのか、真空管の音は本当に存在するのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。どれが真空管の音か当ててみてください。それではどうぞ。
古いピアノに持たれて歌う。音楽室の古いピアノに持たれて歌う。古いピアノに持たれて歌う。音楽室の古いピアノに持たれて歌う。いかがでしたでしょう。真空管アンプの音が分かった方は答えを教えてください。今回は真空管アンプの音の正体を解説しました。真空管にはもう一つ解明できていないことがあります。それは玉を変えると音が変わって聞こえるというものです。これまでの調査で真空管には音の違いがないことが判明しています。違いがないものが違って聞こえる場合は、別の要因が関係しています。次回は、玉を変えると音が変わって聞こえる原因を解明して、真空管の音のすべてを明らかにします。